さあこちらに何の変哲もね鏡があるぜ、そして何かの型抜きされた箱がケースがございます。ケースをこう鏡の中に入れてちょいとおまじないだおいっとすると、おーい、みんな大好きミッキーちゃんが出てるぜ、おーい、じゃ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 、おいミッキーちゃんがいるぜ、おーい、裏はおいまだいない、さあまた型を入れて、おいちょいとおまじないしちゃうぜよ、じゃ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 、おーい、裏も表もミッキーだ、おーい、おーい、さあ天陽のマジカルミラーという商品でございますよ。さあ、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない商品でございますね、マジカルミラー、こちら再販品だと思います、1995年天陽になっておりますね。考案は加藤秀夫さんであってるのかな、はい、ディズニーキャラクターマジックコレクションシリーズの中の一つでございますね。1、2、3、5つ出てるみたいですね。カードマジックとファンタジーキング、ワンダースターとミラクルハンド、そしてマジカルミラーというわけで、ディズニーシリーズの第5弾目でございますね。こちらちょっとカタログがありますね。ちょっと見えるかな。ディズニーキャラクターこんな感じで出て、最後の5番目がこちらでございますね。1995年現在の値段が1000円でございますよ。1000円で売られたものが今やメルカリや、ヤフオクなんかで2万円を超えるような代物でございますからね。まあ欲しい人はまあその値段で買えばいいと思います。まあ、にわかファンの方は絶対手を出すのはダメなやつでございます。2万円で買うとかなり後悔をしますよ、このマジックね。まあコレクションでございますね。飾りにはいいと思いますけど、実用性はそんなにないと思いますね。まあ某マジシャンはちょっと落ち着けたりやってますけどね。まあこれはこれで飾っとけばいいかな。まあ2万円も出すほどは1000円でございますからね。欲しい人はまあ頑張って稼いで買ってみてくださいというやつでございますね。まあ今日はちょっと記録用の動画なんで、これにて一件落着でございますよ。次回の動画もお楽しみください。それでは皆さん、さようなら、またね、バイバイ、ウィー。